お笑いコンビ、熊虫、長谷川俊介、38、と佐藤大樹、36、が、30日までに更新された千原ジュニアの YouTube チャンネルにゲスト出演。壮絶な芸人人生を振り返った。写真あり、2019年、しくじり先生、に出演した熊虫、熊虫、は2015年に、あったかいんだから、のネタで一世を風靡、風靡。 同年に CD デビューすると各局の音楽番組に出演したほか年末には日本レコード大賞特別賞 NHK 紅白歌合戦にも出場しただが歌ネタがブレイクしたことでお笑い番組より歌番組の出演の方が多かったというレコード会社の方と20人くらいでいつも一緒にいたため本業とどんどん遠ざかっていったもどかしさを抱えているうちに 後から出てきたピン芸人とにかく明るい安村が大ブレイク。話題を一気にかっさらっていき、クマムシの露出が徐々に減っていったという。この時コンビ仲は最悪の状態に。歌の仕事ばかりが来る状況に違和感を感じていた、佐藤は芸人として恥ずかしいなと正直思ってましたと本音をとろ。二人の溝はどんどん深まり、長谷川は佐藤の SNS をブロックするほど。 目に入れたたたくなかっっと振り返ったそんなとき、佐藤が唯一の地上派レギュラー番組だった日本テレビ系情報番組のプロデューサーと大喧嘩。佐藤は当時について、一人っ子でずっと甘やかされて育ってきたので、早く売れたし社会というものをあんまり知らなかった。嫌なやつだったと思いますと反省するが、この一件を機に長谷川の不満は募るばかり。ある日 仕事に遅刻してきた佐藤に苛立ち、柔道の経験からその場で思いっきり背負い投げをしてしまったという。これを暴力と感じた佐藤はより心を閉ざすように。周囲の先輩芸人のアドバイスもあり、現在は仲直りしているが当時はどん底だったと解雇。本当に全く口をきかなかった。レギュラー番組も終了して、ほぼ収入ゼロ。給料。 10万円いってないくらいですねと明かした。ジュニアが、よう解散せんかったなと驚くと、周囲の先輩芸人のアドバイスを受けて長谷川から歩み寄ったという。現在は仲直りしたが、長谷川は当時について、佐藤は、ダメなやつですけど、それを俺が笑いに変えてあげられなかったと反省していた。